はい、どうも佐久間優子です。本日も人生に役立つ情報を共に学んで勉強していきましょう。教えることはできませんが、はい、人生に役立つ知識をインプットしてアウトプットを同時に行っていきます。それでは今日のお題を読んでいきたいと思います。本日は大切な日の前日はいつも通りの生活パターンが鉄則。こちらを今から読んでいくぜ。人生では人生に影響するようなイベントがあります。大事な試験、大切な試合、重要なプレゼントなどです。失敗が許されないというイベントの前日はどんな過ごし方をしますか？多くの場合はその日に全力を発揮できるよう特別な過ごし方をするようなことが多いのではないでしょうか。例えばいつもより早く寝たり、栄養のある食事をとったりなどです。ありがちな行動パターンですが要注意です。いつもと違ったことをすると体調や生活のリズムが狂います。例えば急に食べ物慣れていないものを食べると胃腸が驚きます。お腹の調子が狂ってしまい当日の体調に影響することがあります。いつもより早く寝ようとする心がけも体に良さそうに思いますが油断できません。いつもと違う生活リズムなのでなかなか寝つけないでしょう。生活リズムの急な変化のため目が冴えてしまい、かえって睡眠不足になることがあります。もちろん問題なく過ごせる場合もありますが、失敗が許されないイベントの前日なら慎重を心がけるのが賢明です。では大切な日の前日はどんな過ごし方がいいのか。いつも通りが鉄則です。いつも通りの食事をして、いつも通りの時間に寝る。できるだけ不慣れなことをせず、いつも通りの生活パターンを心がけます。普段と同じパターンなら突然の体調不良を避けられ、本番でも練習通りの力を発揮しやすくなるでしょう。慣れと習慣にのっとっているため心にも体にも自然です。どうしても生活パターンを変えるなら体に負担のない範囲が賢明です。食事なら普段から食べ慣れているものがいいでしょう。睡眠ならいつもと同じ時間か少し早めに寝る程度がいいでしょう。大切な日であればあるほどできるだけ普段と同じ生活パターンを心がける方が安心です。今日の格言、大切なイベントの前日は特別ではなくいつも通りの過ごし方を心がける。なるへそね。普段と違うことをすると体がびっくりしてかえって不規則になってしまう。なるほど。ちょっと頭の片隅に入れて、そういうなんかイベントこととか大切な日の前日はいつも通り過ごせるよう心がけてみたいと思います。はい、今日も大変勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でドローン。